三重県によりますと、夜間中学が設置されるのは、津市にある県立三重夢学園高校の研修棟です。三重夢学園高校には夜間部があり、夜間中学を卒業後の学びにつなぎやすい点や、県南部からもアクセスしやすい点などから設置場所に決めたということです。県は今年度中に入学対象者などの基本方針を決め、来年度から生徒の募集を始める予定です。